皆さんこんにちは文芸評論家の小川枝太郎です、えー、総合深読み私が主催している日本平和学研究所の機関誌ですね三、えー、ヶ月に一回出しております三ヶ月かけて、えー、中身のご紹介をしていこうと思っています、えー、この10月からラインナップをこういう形にしました、えー、まあ今までの政治動画は 原則月曜日正解に勝つという形でねやってそれ以外に「渋沢人間学」「乱読講座」そして「森友うのファクトベース」えー、そして「総合深読み」という形で、えー、お届けをしていこうとまあ,あの文化チャンネルとしての、えー、きちっとしたですね知的な、えー、こう根拠のあるものそして 事実においても、えー、極力根拠のあるものそういうものを、えー、しっかりとした、えー、発信拠点として育てていきたい、えー、そう思っておりますので、えー、よろしくお願いします、えー、まずですね、えー、今日総合深読みの2回目は、えー、岸田政権の安全保障政策を点検するという平和圏の矢野義昭研究員の論文ですで これはですね、えー、もう政権が終わるということになったので、えー、次の政権以降にしっかりと引き継ぎをしていくべき、えー、内容を今回は特集しました。えー、したがって、この安全保障も、それから前回ご紹介を前半した、えー、この予防接種、コロナについての今後の政権の対応も、それから他にですね、経済政策も、えー、今回、網羅してあります。それで、えー、この 論文これは安保三文書に見る防衛力の抜本的強化の評価ということですねあの安保三文書をどう評価するかでその一番端的な矢の論文の答えは非常に評価すべき点があると安倍元総理の悲願であった戦後レジムからの脱却を安全保障において我が国で 初めてはっきり予算を裏付けた、えー、整備をするとその全貌を明らかにしたという意味で評価できるこれから詳しくご紹介します一方でですね、えー、非常にまだ足りない点があるでこの足りない点をですね私はしっかりと、えー、岸田政権が続投すれば岸田、えー、さんに平和権として進言するつもりでした政権が中断してしまい、えー、なかなかな 石破政権にどういう形で政策をより遂行できる政権なのかについて見極めがなかなか何をやりたい総理なんだかも分からないところがありますのでただこの安全保障の方向が我が国にぶれたら大変になるのでこの中身を少なくとも私の えー、親しいまあそれはもちろん総裁選を戦った高市さんもその一人になるわけですが、えー、そういう方たちとの間にこれから共有をしていくこの矢野論文はですねおそらく、えー、非常にこの間の「上島論文」と並んでですね今の日本において極めて重要な政策、えー、共有をする上で、えー、ものすごい重要性の高い論文を 掲載することはできたと自負しております少し具体的に、えー、中身を話します3安保三文書ではスタンドオフ防衛能力統合防空ミサイル防衛能力無人アセット防衛能力領域横断作戦能力指揮統制情報関連機能機動展開能力国民保護 持続性強靭性という七つの分野にわたり一貫して能力強化策がその基本方針から具体的な保有すべき装備体系に至るまで省述されている、えー、この中でスタンドオフ防衛能力というのは日本に侵攻する艦艇や上陸部隊に対してその射程圏の外から 対処する、えー、能力つまりその届かないところから、えー、対処する能力、えー、ということで、えー、ここにはですね、えー、防空ミサイル防衛能力も,もう統合したものにするまた、えー、さまざまな、あのー、指揮系統や情報関連の機能も強化をするそして、えー、国民保護さらに、えー、持続性についても言及がされているということでまあそれを装備と 保有すべき装備とともに詳しく述べられていいるという点が、えー、今までにない。で、この装備体系として、ね、詳しく一覧ができたのでって言ったってね初めてもう本当に戦後約80年経って初めて我が国は、えー、この土台までやっときた80年というのは大変な年月ですね。えー、まあとにかく来たことに前向きになりましょう。 ここまでかかってようまあもう手遅れとか思いが巨大するけれどとにかくそうは言ってもスタートして前に進まない限り我が国の安全は守れませんとにかくここまでやってきたそして評価すべき点として矢野論文が最初に挙げているのは予算措置に裏付けられ一貫した総合的な安保3文書の策定ということで今お話した通りですね えー、研究開発配備に至る措置を、えー、予算に裏付けられた形で明記したからこそ岸田総理は、えー、5年間で約倍増 GDP の2%までというですね、えー、防衛費の、えー、大幅増を決断できたわけですこの裏付けがなかったらですねお金どう使うんだいという話になっちゃうわけですねで、えー、しかもいろいろ いろんなそれこそ政治動画やなんかの論評でもよくアメリカの言いなりみたいなあるいはアメリカに言われてやってんだみたいな根拠のないことをルフするんですよね。でこれは先駆けてですね我が国ののの判断ととしててこの防衛力の抜本的な措置をすするといいう,うに明記されています当たり前なんですがじゃあ中身はっていった時に現在の防衛生産技術基盤の強化 作から見る限りですね、我が国独自の基盤強化に独自があの重点が置かれている。これは中身を見ると明らかに我が国の弱みを強みに変えるという方向性で記述が一貫しています。したがってあのアメリカのに言われた方向性でこの安保三文書や岸田さんの安保政策が推進されているというのは。 事実に反するものですでこの方向性が安倍さんから岸田さんに、えー、手渡されそして石破総理がそれを受け継ぐのかあるいはフラフラして結局別の方が次また政権に立って継ぐのかその辺りは、まあ、まだ全く未知数。 二番目、リアリズムに立脚した所要防衛力の抜本的強化への転換ということで、これ、ちょっと歴史の振り返りがあります。えー、実はですね、一九七十六年の防衛計画の対抗について、まあ、防衛計画対抗。ここでですね、えー、この一九七十六年の防衛計画対抗で、非常に、えー、足枷になる。記述方針なんですそれ。我が国においては、ですね。防衛力は特定の脅威に対抗するというより。 えー、我が国自身が力の空白となって我が国の周辺地域における不安定要因にならないこれが目標だとつまり特定の脅威というものを認めてないんですよ76年の段階でで米ソ冷戦だったんですよでもソ連が脅威じゃないと中国はまだ弱小だったいやそれはもちろん日米安保条約が完全に機能するという前提で 書かれているんですで、えー、2013年、えー、平成26年以降における以降に関わる防衛計画の対抗というものにおいては、えー、安倍政権においてですね、えー、この方針が否定されます。えー、我が国の これからの安全保障は積極的平和主義の下で平和安全法制の制定により安全保障上の事態に切れ目なく対応していくつまり我が国自身がですねえ自国の安全保障のためにえ防衛力を強化するんだとまあ普通絶対的に当たり前のことを2013年になってやっと確認をしたと。 えー、今回、えー、戦後の我が国の安全保障政策を実践面から大きく転換をするということが明記されたんです。まあやっとここまで来たとさっきも言ったように戦後80年かかってですねその、えー、特定の脅威を想定しないと言い切ってしまった、えー、防衛計画大綱に対してようやく えー、特定の脅威を意識したものに変わる。えー、この今回の安保三文書はですね、えー、防衛力の抜本的強化をはじめとして、最悪の事態をも見据えた備えを盤石なものにすると明記されています。まあ何度も言います。当たり前のことです。でも当たり前のことにこの国の行政や えー、軍事安全保障そして、えー、政治全体をですね今も政治全体の歪がみが、えー、戻しきれないまま、えー、政権がまた、えー、不安定な総理大臣に変わってしまった、えー、戦後これを繰り返したからこの国はここまで来たので私は安倍菅岸田でずっと行くべきだととかその肝心の岸菅さんが岸田卸をやっちゃったからねまに儚かないものですね。 まあ、でもとにかく今この時点でもこのせっかく最悪の状況を見据えるとした、えー、直視するとしたこの安保三文書を具体化していくとこのことに、えー、注力これからも中止をしていきたいと。で3つ目、えー、矢野論文が評価しているのは 明確に強化方針に転換した我が国の防衛産業基盤協会への取り組みということで実はですね防衛産業基盤を強化すると防衛産業というものはですね我が国そのものが自前で防衛力を整備していくという意欲を政府が一貫して持たない限りこれ商売になりませんからっせっかく膨大なですね膨大な あの工程と膨大な人材を投入して潜水艦を建造するとやっとこれをやったって例えば三菱と川崎が交互に1年に1つずつ注文を受けるとしかも、えー、国からの予算は非常に乏しいとなったら、えー、とてもではないけれども生産工程まで全部作ってですよ人材投入して、えー、これ以上 えー、のない、えー、世界でも最高水準のものを作ったってさ注文台数はほとんどないし予算も十分な報酬が得られないそもそも採算が取れないですから防衛産業が育成できるだけの予算的な裏付けと我が国の政府が長期的な方針を揺るがさないことそしてもちろん、えー、海外への 同盟国同志国への日本製の、えー、こうした防衛、えー、装備品を海外に積極的に移転するここまでしない限り、えー、民間企業の採算が取れませんその方向性を今回強く踏み出したこの点が、えー、矢野論文でも評価されている点であります。そして、えー 総合国力の一環としての防衛力の抜本強化策を明示したということで先ほども指摘しましたけども最悪の事態にも備えたそういう形での安全保障の全体性を今回初めて一つのストーリーにしたこの点を矢野論文は評価しているしかし不十分な点があるこれについては是非詳細にわたる議論ですので実際に この総合を、えー、手に入れて、えー、勉強していただきたいと思いますがあの、まあ、こちらの方に、えー、初回購入思い切ってもう出欠代サービスで3,000人今しておりますまた、えー、会員になっていただくということで私の平和学研究所の総合的なシンクタンク機能さまざまな日本を抜本それこそ強化するためのシンクタンクとしての役割にご参加いただければと思います。 思っててご案内をしているわけですが、えー、大きな矢野論文の、えー、方向は今おお話をしておきますまず、えー、矢野論文ではこの安保三文書一つ目間に合うのか日本を襲う軍事危機に間に合うのか二つ目生き残れるのかそして三つ目戦い続けられるのかそして四つ目 実践に役に立つのかそして実はこの3文書でもまだ安全保障において外交優先になっている外交優先の姿勢を先に打ち出すというのが正しいのかという問題提起であります。えー、これ はもう非常にですねえまあ本当に日本を憂える全ての人に詳細にわたる議論を知っていただきたい内容が満載なんですえ簡単にまあこういう口頭で短い時間ですので簡単にえちょっとだけ言っときますとまあ端的にまず間に合うのかというのはですね、とにかくまあ端的に今は台湾有事だねこの台湾有事に間に合うのか2027年度 あるおおむね10年以内にこ,こ,この文書に書かれている内容を実現するとしかし10年以内というとですね2032年とか33年とか台湾有事が今年だから来年にかけて起こらない保証はないし2027年までに起こるという可能性はアメリカのシンクタンクでもかなり強く主張され始めています。 間に合ううののかというのは切実な問題ですねそして、えー、特にその場合に間に合うイコール生き残れるのかという時にですね当然、えー、先制奇襲攻撃を仕掛けられる我が国自体が、えー、最小限の、えー、軍事行動で最大の効果を上げるためのシミュレーションは中国も おはじめとする我が国の潜在的脅威である国は様々な形で行っているそれに対して我が国が本当に生き残れるのかっていうのはこの安保三文書はですね、防衛装備計画が軸になっているわけですでも防衛装備計画によって大量の武装品を製造したとしても 最初に叩き潰されたらどううしししままょう我が国もやりましたね真珠湾で軍事的には、えー、その我が国が、えー、こうなんていうかなどこまでも我々はやっぱり日本人は平和ボケですね戦争を想定してないというのは頭の中で戦争を想定する訓練が80年もできてない国民ですからとそのこれだけの防衛力を充実させたからいいだろういやいやちょっとまでと。 いきなりぶっ壊されたらどうすんねんねというようなあたりの一番基本的なところがですねこの計画の中から抜け落ちているのではないかという警告ですね。で以下にしてもあのこれは例えばアメリカ NATO の総合的な戦力と今ロシア中国北朝鮮の総合的な戦力を比べてみてもですねもし日本をが巻き込まれる有事になった時には同盟国の、えー 支援を期待できるるのかとといいうう深深刻刻な問問題題ががよりすぎありますつまり継戦能力戦を続けるにあたってですねアメリカによる自衛隊の米軍が自衛隊を支援に来るまで持たせるというその発想が戦後の防衛の基本にあるんですけどそもそも支援に来れるのかアメリカがという問題も含めたリアリズムが必要だと。 まあ、そのようなことがさまざまに、えー、論じられている、えー、これは、まあ、あの平和圏の月齢会シンクタンクあるいは平和圏によるズームなどでも、えー、詳細な勉強会を矢野研究員とともに、えー、展開をしていこうと思っているテーマです、えっとまあ。それ以外に読み応えいっぱいなんですけれども、えー、一つだけ、まあ、毎週ご紹介しますからね。 一つだけ、えー、私のものもこれは、えー、島崎藤村の夜明け前というものを論じた「未完の日本のトルソー」としてという文芸評論ですこの文芸評論はまあ私の関係する文芸関係分断関係の方からは、えー、大変あ,のありがたいことに高い評価を頂い,いているものの、えー、前回がの上「徐々 上ででこれが下です、ね、まあ両方合わせると、えー、非常に、まあ、原稿何枚になるでしょうか150枚160枚、えー、のものなんですけれども、えー、この島崎藤村の夜明け前論というのは戦後ですねこの夜明け前というのは島崎藤村のお父さん、えー、このお父さんが木曽、えー、孫め宿の庄屋さんだったんです。そして屋であるとともに本陣の 例えば、ーこ,えー、この主人公は青山半蔵という名前を付けられてますけどこの藤村のお父さんはですね平田篤姉の国学の熱,熱心な信者で日本の理想もう幕末行き詰まって新しく、えー、神道神らの道そして天皇を中心とした神らの日本を作ろうといにの,の太古の日本の素朴なですね 素朴なあの日本人の心で、えー、新しい時代を作ろうとこの理想に燃えていたそして明治維新になった五箇条の御正門が出されそして若い明治天皇がですね、えー、新しい政府を作りそしてそこに人義人義館というものができてですね日本の基本を、えー、国学に据えると希望に燃えたところが実際にはもうヨーロッパ の、えー、に対抗するためにですね、えー、軍事国会になる。そして新しい政府ができると、えー、お武家さんと商屋さんとお百姓さんの間の江戸時代にできていたなんていうかな、暗黙のうちにお互いにできていたルールが全部消えるわけですよ。暗黙のうちのルールが消えて新しい行政のがスタートするんだけど、それは逆に、えー、この青山半蔵のような中間管理職だよね。 この中間管理職には一番この秩序がなくなった時上と下の板挟みになってどうしようもなくなるんですねそういう状況になってついに発狂するんです。そうするとご一心がこんなことでいいのかといううめくような叫びがこの「藤村の夜明け前」の主題なんです。 それを戦後の闘争論、夜明け前論は一つも書いてないんですよ。みんな別のストーリーにしよう。なぜかと左翼前線で文芸評論だってみんな。その、もう小林道とか複雑な絵とか夜明け前なんか論じませんからね。そう。学術研究者も含めて、どうしても左派が中心になると。階級闘争史観みたいな話になって。農民と庄屋と武家でしょ。だから、その。庄屋階級のことはよく描けてるけど、農民階級の。 こととが描けててななないいいかそういうくくだらない評論になっていくんですよで私はこれは「国学の夢が破れた」ってことを昭和10年代に昭和維新と言われた時代に島崎藤村があえて6年もかけて書いたそのことの意味を探ったのがこの評論です。ということでですね「文芸評論」ちょっと読み応えがあり,ありすぎて難しいかもしれませんけれどもこういうものも読んでいただきたいと思い同時に出しているわけです。 じゃ今日はここまでにしましょう。また来週お楽しみに。